海洋星の内部構造味にネプチューン、あるいはサブネプチューンは、重地球質量程度から海洋性質量程度以下の質量を持つ惑星の分類である。このタイプの惑星は、水素とヘリウムのからなる熱い大気を持ち、氷や岩石による熱い層を持つか、あるいは深い海を持っていると考えられている。内部の成分は、水、アンモニアや、その混合物、 その他の重い気発性物質と予想される。大気がない場合は海洋惑星に分類される。ミニネプチューンに関する理論的な研究は概ね天皇星や海洋星の知識に基づいている。岩石惑星かガス惑星かを分けるサイズ境界は1.6から2.0地球半径にあると推定されている。大きな半径を持ち質量が測定されている惑星は 大部分が低密度であり、その半径と質量を説明するためには分厚い大気が存在している必要がある。観測的には、半径がおよそ1.6地球半径よりも大きな惑星は大量の気発性物質か、水素とヘリウムからなる外相を持っていると考えられる。太陽系において、海洋性型惑星には生命は存在しないと考えられているが、太陽系外惑星においては、 主星の大きさや距離の条件を満たせば地球の海中に近い条件の海を持つ可能性が指摘されている。そうした生命が存在する可能性を持つミニネプチューンにはハイ配ン惑星という呼称も提唱されている。オプチカル2にアインフラレッドトランジットオブザベーションズオップスーパーアースグッチョブ1214ビット ウォーター、ワールドアミニネプチューン、EJW デモイ、M ブロギー、RJ デコーク、J コプンホーファー、SV ネフス、IAG スネラン、J グライナー、J ファンセ、RC ヘインズブロエック、CHD、PP バンデアベルフ、アーキテクチャオブケヘプラ S マルチ、トランジュティングシステムズ2、2ニューインベスティゲーションズウィズトワイスワズメニキャンディデート、ダニエルシーファブリッキー、 ジャック・ジェイ・リ・サワー、ダーリン・ラガージン、ジェイソン・エフロー、エリック・アグル、トーマス・バークレー、ナタリー・バターヤ、ウィリアム・バーツキ、デビッド・アール・チャーディ、エリック・ビー・フォード、ジョン・シー・ギリー、マシュー・ジェイ・ホールマン、ジョン・エム・ジェンキンス、J ・ L ・ I、ロバート・シー・モ・ヘッド、アビシュ・ポラー、ジェフリー・シー・スミス、ジェイソン・エイチ・ステフェン、マーチン・スティル、ハット・ウェン・ドーズ・アン・エクソ・プラネット、エス・サーフェイス・ビカム・アース、 like, blogs.scien.ficamerican.com t i 20 j 二千十2012大気と海があり生命存在の可能性がある境外惑星の新しい分類が登場。空へ2021年9月5日閲覧。ありがとうございます。